様たちに仕方ないでこれが売れたら売れたらもう街歩かれへんわけじゃないですか。その表参道なんか歩いてたらもうギャルがギャルがすごいわけやろ。もうみんなが気づいてくるわけやから。そりゃそうです。あれ絶対気分ええと思う。めちゃめちゃ気分いいよ。ちょっと一回体感したいな。ああそうですか。ジフレッコです。俺フレッコ、俺街中でバンとこうやってくれてありがとう。ちょっとフレッコやな。ちょっとあの人絶対そうやってほんま絶対そう絶対そうやって私ちょっと行ってくる。すいません、カツラですよね。違います。あ、これそうじゃないんです。いや、そんなん確認してくるやつおる。違うって。いや、違うってやないよ。プリンセスキングの高道さんからみたいな感じで来てほしいね。頼む。ちょっとほら、あの人見てほら、あの人ほらプリンセスキングのそうでもない方やん。え、あ、お前そうでもない方やん。うわ、そうでもない。まだやってたんですか。嬉しないよ、そんなもん。そんな人来ても嬉しないやろ。違うやん、ファンの子が来てって言うてんねんか。頼むわ。ちょっとお母さん、お母さん見て、お母さん。あんた今外でしょ、静かにしときなさい。いや、ちゃうの、お母さん、お母さん見て、静かにしときなさい。いや、でもちゃうの、ほら、見てほら、テレビの、お母さん、静かにしときなさい。あの人、やめはって。やめてへんわ。じゃ、勝手にやめた、せんでせんどいて。違うね、高道は超有名や。高道はもうみんなが知ってんねん、それで来てくれよ。はい、はい、うわ、スカイツリー、スカイツリー、うわ、雷も、雷も、うわ、高道。乗ってへんわ、そんなもん。ガイドブックこの顔乗ってへんわ。東京名物坂道とかないやろ。ちゃうや、握手してくださいとかあるやんか。ちょっと握手してもらっていいですか。いいですよ、はいはい、頑張ってください。お互いな、はい、はい、またね、はい、ごめんね。ちょっとこの罰ゲームきつない。なんで罰ゲームやねん。誰なあれ。いや誰なんじゃないねん。可愛い女の子、可愛い女の子パッとして。あ、ちょっとあれ、あんたが好きなプリンセスキングの高道さんじゃないの。うん、何してんの。声かけなって。無理だよ、緊張するもん。大丈夫、声かけなって。無理だって、緊張するもん。育児なし、あんた育児なしだよ。ファンなんでしょ、好きなんでしょ。声かけなさいよ、行きなさいよ。次やったら絶対声かけるから。絶対だよ、行こう。何やってんこれ。何の時間やこれ。帰ってこい。全然いい気分ならへんわ。なれるやん。いや、こんなんでなれるわけないやろ。なれるけどね。お前なれるのこれで。なれるよ。やり返したらお前なってみ、これで。やり返してどういうこと。プリンセスシングル、そうでもないほうや。おめえ、そうでもないほうや。ねえ、まだやってたんですか。おい、高道、まだお前の痛いファン来てるわ。お前に言ってんねん。なんで俺言われてるみたいなんねん。あ、あれ、あんたが大好きなお前さんじゃないの。ほら、早く声かけなさいよ。無理だって。ほら、早く声かけなさいよ。次、次やったら絶対声かけるから。絶対だよ、行こう。私やっぱ行かない。お前さんに声かけてみる。お前さん。なんだよ。あの、私お前さんのファンなんです。あの、もしよかったらサインもらってもいいですか。あー、いいけど今ちょっとペンないから向こうまでついてきてくれる。あ、全然ついていきます。あー、でもそうか、友達待たしてんだよね。うん、あんなの友達じゃないから行こう。いや、また行った。どうもプリンセスキングでした。